任せろ！わしはここじゃよ。よし！橋が完成したらここをまっすぐ通れるようになるよ。わしはここじゃよ。オッケー。また砂隠れと木の葉で戦いがあったらしいわ。なんで仲良くできないのかしら。今日はここで泊まるぞ。なあ、エロ仙人、何のための旅なんだってばよ。取材じゃないとか言ってたけど、やっぱしエロ本書く以外何にもしてねえじゃん。さてと、探さにゃならん女がいる。名は綱で、伝説の忍びで山井払いだ。山井払い？医療忍者ってこと？じゃあその人にならこの戦いで怪我した仲間をみんな治してもらえんだな。そう、その通り。わしは飯屋で本の続きを書いとるから後で来い。